おい。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。
Yeah!
余裕なんですけど。おいよ。おい！相手が悪すぎだぜ。文句あんのか、俺。
いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。おい。
らっしゃいませ。またどうぞ。いらっしゃいませ。じっとしててくれたらいいからね。どう？気持ちいい？我慢しなくていいからね。どう？気持ちいい？すごくよかったよ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。一生懸命サービスするね。どう？気持ちいい？我慢しなくていいからね。どう？気持ちいい？どう？気持ちいい？うむ、エッチ、うむ、エッチ。目つきがやらしいよ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。じっとしててくれたらいいからね。どう？気持ちいい？我慢しなくていいからね。うん、エッチ。
目つきがやらしいよ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
達也ちゃん。腹減ったな。どうしたん？しけた面しちゃって。なんだよいきなり。飯でも食おうと思ったんだよ。オーケーオーケー。じゃゴージャスなディナーをご馳走するぜ。なんせうちのメインイベンターだからな。やっぱこれ牛飯最高ね。あ、うん、まあな。あれ嫌いだった？怒ってんの？いや、かなり好きだよ。いや、ゆうべもキャバ行っちゃったもんでさ。ああ、でも俺節約するの苦じゃないぜ。金貯めて自分で CD 作って全米にプロモーションかける。アメリカンドリームをつかむためなら何だって我慢できるさ。おめでてえ野郎だぜ。何やってんの？それギャグのつもり？静かにしろ。俺を見るな。見んじゃねえ。なんだよ。あいつとなんかあるわけ？揉め事なら空気の親父に頼めば。はあ、それができたら苦労はしねえ。とにかく今はちょっとやりにくい事情があってな。お先。
楽にしてやる。文句あんのか、おら。
界違ってんじゃねえぞ。もっと盛り上がっていこうよ。
じゃない？ほらよ、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 ほらよ。あー、もっと落ち着いて。ほらよ。私も何やってんの？ああ、もっと落ち着いて。ほらよ。ほらよ。お疲れ様。ご褒美あげるね。すみませんよ。Yeah.
おやおや、誰かと思えば右京達也くんじゃないですか。勇気。その様子だとまともな職にはついていないようですな。悪いがあんたの相手してる暇ねえんだ。さっき竹中さんが君を探していたよ。最近達也くんを見たかって質問されてね。てめえなんて言ったんだ。今はうちの生徒じゃないし、最近見ていませんって。今度なんかチクってみろ。あん時以上にボコボコにしてやっからな。分かったか、行け。このチンケな教師の名は忘れやしない。天馬たちと一緒にカツアゲしてた俺たちを結城は札にチクりやがった。名前は？補導された俺は停学処分となった。だが、いきなり札にチクるだ。てめえそれでも教師か。情けねえ野郎だな。文句あんならまずてめえでかかってこいよ。その勇気もねえくせに。おれ謝れよ。申し訳ございませんでした。今度チクってみろ、ぶっ殺すぞ。だがその1年後、俺は他校の空手部の師匠に喧嘩を売られた。そして勝ったはいいが、相手が大怪我をした。傷害罪だと？冗談じゃねえ。男と男の勝負だぜ。勝って俺だけパクられんのか。ふざけんな。その理屈、君の場合は通用しない。数えきれない補導歴があるからな。手間を取らせるな。今の君にできることは、少しでも心象を良くし、一日も早く施設で更生し、やり直すことだ。違うか？それがお前のためだ。てめえがカツアゲチクんなきゃ少年院に入らずに済んだんだ。わかってんのか？はいはい、わかってますとも。やれやれ、あんまり更生してないようですな。少年院もどうやら税金の無駄遣いらしい。竹中の親父、なんか言ってたか？いや、別に。ただ、君を探している風だったが。なら、いい。何をそんなに怯えているんだい。おいおい、それがおっさんにぶつかって肩外れちゃったみたいだよ。どうしてくれんの？あいてよ、ママ、ママ。おいおい、謝りもしねえのか？慰謝料多めに取っちゃうよ。君たち、どこの生徒だ？あ？学校？そういや、しばらく行ってねえな。なるほどね。君たちちゃんと勉強しないと、もっとバカになるよ。ああ、なんだと、おっさん。おっさんじゃない、先生だよ。結城先生と言ってほしいね。君たちも生徒の端くれならね。てめえふざけんな。君たちの担任はダメ教師みたいだね。しっかりと教育していない。だが私も、もう達也くんみたいな生徒は出したくないんだ。教師の端くれとしてね。もしもし。
組長からだ。ユキ、ユキ、まさか女？女は試合に出れねえぜ。なんだって？聞こえないよ。ゆうき先生、すいませんでした。できるじゃないか。最初からそうすれば。
見せてみろ。